はい、皆様聞こえますでしょうか。お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。私杉村達也と申します。将棋 AI のですね、水晶という将棋 AI の開発者でございまして、将棋 AI 屋根裏王の開発チームを務めております。将棋 AI 水晶というのはですね、藤井聡太八冠、最近八冠になりましたけれども、その藤井先生もですね、使っている将棋 AI でございまして、その将棋 AI というのがですね、この AMD Ryzen スレッドリッパーを、大きく活用させていただいて、開発しているというところで、今回AMD ブースにお招きいただきました。本日はよろしくお願いいたします。はい、では早速、参りますが、本日のテーマなんですけれども、将棋のですね、プロ棋士、藤井聡太八冠も実際に使っている将棋 AI 屋根裏王と水晶の仕組みをですね、簡単に説明いたしまして、将棋 AI の開発においてですね、 AMD Ryzen スレッドリッパーのようなタコア CPU を用いることにより、メリットやパフォーマンスのですね、向上状況をお話しいたします。まずはなんですけれども、将棋 AI についてご説明いたします。将棋 AI というのは、将棋の対局をですね、実行することができるプログラムでございまして、最近もうとても強くなっております。2013年にポナンザという将棋 AI が、プロ棋士に初めて勝利しました。その4年後に、その同じポナンザが佐藤天彦名人に2連勝したというところで、一般的にも、人間を AI が超えたというふうにされていますが、現在の将棋 AI はですね、その2017年に名人に勝ったソフトのポナンザに対して 99% 以上の勝率を叩き出すということで、現在も将棋 AI は進歩し続けています。でその将棋 AI なんですけれども、どのような仕組みで動いているのかといいますと、探索と評価の両輪で動いております。皆様も将棋のルールご存知かもしれません。将棋のルールにおいては、どんどんですね、局面を読んでいって、その読み進めた結果、自分に有利なのかな不利なのかなっていうのを考えつつ、プレイするというのが一般的だと思うんですが、同じく将棋 AI もですね、局面を読み進めていく探索と、その探索したですね、2位の局面における勝ちやすさを算出するという、その両輪で動いております。で、探索なんですけれども、このような盤面出させていただきました。将棋のルールが分かりますと、このような局面どんな感じなのかなって分かるんですが、この次のですね、先手、手前側の、局面、手前側がどう指すのかというところなんですけれども、何も探索せずに単に駒得だけを狙いましょうと、評価が駒得として一番高い手は何ですかというのを選びますと、こうなるんですね。はい、つまり一番駒を得できるのは歩を角で取る手、しかも角が馬になってますので、とても強力な駒ができているということで、何も探さずに評価をするとこうなりますが、これは将棋のルール分かっている方だと、握手だと気づくわけです。つまり次にすぐに馬が取られてしまうというふうなので、これは評価は一番良くても、探索を一手でもすれば一番悪い手というのが分かると思います。そのように探索という形で読みを進めていくのはとても大事ということになります。で、探索なんですけれども、一般的なゲーム AI にですね、使われているミニマックス法というのを使っております。2人0は有限確定完全情報ゲームにおける、有力な探索手法ということで、1950年代ぐらいからですかね、とても有名な探索手法なんですけれども、局面をですね、どんどん読んでいって、その、末端の局面の、点数を測ります。で、その点数の中で、先手も後手も最善を尽くしたらどこにたどり着くかというのを、探索する手法でございます。で、今回の場合は357924というふうに書いてありますが、これだと、先手番がたどり着けるですね、一番いい手っていうのは7になります。なぜなら9が一番いい手なんですけど、9には後手番がたどり着かせてくれないからですね。なので、次の相手の手番は左側を選んで、それで自分の手番では一番いい7を選ぶということなので、この時の最善は7点になりますというのが、将棋 AI における、探索手法の一般的なものなんですが、将棋 AI におけるですね、平均合法手というのは1局面ごとに約90手あるとされています。90通り指す手がありますので、愚直にですね、探索しますと、全然間に合わないと、後手先の局面数は90の5乗になりますので、この時点で59億通り、ございます。でそうすると組み合わせ爆発が起こってしまって、次の6手先は読めないという形になってしまうんですね。でも最近の将棋 AI というのは、20手先30手先読むとされています。それができるのは、無駄な手を読まない枝狩りの手法であったり、そもそも一番いい手っぽいものを選ぶオーダリング手法であったりが発展しているからです。でただそれだけでもたくさん読まなければいけないので、高速動作する CPU が有用とされています。で次がですね、探索ともう一つの料理になる評価手法なんですけれども、こちらはですね、現在
将棋 AI 独自にですね発展している、評価関数を使っております、NNUE 通称 NUE というふうに言われるんですけれども、CPU でですね高速演算できるニューラルネットワークでございまして、先ほどのですね探索と とても相性のいい評価関数になっています。一般的に最近のニューラルネットワークと言いますと、まあ、いろいろ、まあ、レズネットとかトランスフォーマーとか、まあ、いろいろ言われますが、まあ、基本的には GPU で動くという形なのが主なんですけれども、将棋 AI におきましてはその探索というのはとても大事とされているので CPU で高速に演算できてほしいんですね。そうすると、まあ、たくさん読めるというところなので、なので CPU でですね高速演算できるものを使っておって、まあ、玉とですね他の駒の関係、それのですね配列で、まあ、24万通りぐらいを入力しまして、それをですね、まあ、4つの重み層によって、評価して評価値を出力するという形で、まあ、4層のニューラルネットワークという、まあ、とても浅いニューラルネットワークで、まあ、計算しているというところです。この、評価関数なんですけれども、将棋 AI 界でですね那須さんという方が開発しまして、現在将棋 AI 界に輸出されております。でその現在世界最強の AI が将棋チェス AI がストックフィッシュと言われるんですけれども、そのストックフィッシュもこれと同じ NUE という評価関数を使っておりまして、CPU で主に動作するチェス AI がですね、まあ、GPU で、まあ、主に動作するそのディープラーニングモデルの AI よりも強いという状況になっておりますので、まあ、CPU で動くニューラルネットワークというのが将棋 AI で使われているというところです。で、屋根裏王と水晶というものなんですけども、屋根裏王というのはその探索と評価のうちの探索のことを指します。探索部のプログラムでありミニマックス法を主に使用する将棋エンジンとしては、まあ、世界最強のプログラムになります。で水晶というのはその探索部と、まあ、対になるその評価関数の部分を申しまして、CPU で高速動作するヌエとして、まあ、トップクラスの実力を有すると評価関数ということで、この両者合わせて将棋 AI として動作しておって、まあ、これ合わせて世界最強と、最強クラスということで、まあ、藤井聡太八冠など多数のプロ棋士が活用しております。でこの屋根裏をですね、まあ、と水晶を動作させる際に高速で探索評価をしたいというので選んでいるのが、まあ、AMD ライゼンのスレッドリッパーということになりました。でなぜスレッドリッパーを使っているのかということなんですけれども、将棋 AI のですね探索は、まあ、高速であればあるほど強いんですね。でまた、まあ、探索すべき枝はですね無数にあるので、まあ、タコアを全部使い切ると タコア構成のですね CPU を最大限利用できるという意味では、まあ、とてもですねコア数が多いというのは、まあ、とてもいいことになります。で、検証将棋 AI でですね検証しますと、まあ、2倍の NPS、 つまりノードっていうのは1局面と考えていただければと思うんですけど、まあ、1枝選択肢といってもいいんですが、その、2倍の NPS ノーズパーセコンドになれば、まあ色レーティングが約150違うという、つまり、まあ、2倍のスピードで読めれば、まあ、レーティングとしては、まあ、勝率7対3ぐらいになるぐらい、将棋 AI というのは強くなるということになります。で、2020年2月にですね、AMD Ryzen Thread Ripper 3990X というのが発売したんですけれども、これをですね水晶をいち早く導入させていただきました。それはなぜなのかというと、64コア128スレッドの CPU としてですね、まあ、今までまあ一般人が買えるような CPU に比べると、まあ、3倍程度高速に動作したんですね。で1秒間にまあ6000万局面ほど探索できたということで、まあ、これは他の CPU 使うよりも間違いなく強いだろうというところで、2020年2月の発売日頃にですね導入させていただいて、その3ヶ月後に開催された世界コンピューター将棋オンライン大会、将棋界の世界大会ですね、まあ、水晶が優勝させていただいたと、そういう流れになります。で、じゃあ実際に動作させると、まあ、どんな感じなのかっていうのをちょっとお見せいたします。こちらがですね将棋 AI を動かす、まあ、盤面と局面なんですけれども、現在私の、事務所にですね、接続で水晶が動くような形にしてますので探索させてみます。はい、そうしますと、このような形で動作しておりまして、まあ、アベマテレビとかですね、まあ、いろんな将棋中継でご覧になっているこの探索のバーっていうのはこんな感じです。初期局面だと 51% 対 49% みたいな形で、探索深度というのはこれがどれだけ先を読んでいるかというので35手先を読んでいる。で探索局面数が12億局面ということなんですけれども、このですね、まあ、下の方を見ていただくと、ここに NPS というのがあると思うんですが、これがですね、まあ、6000万ノードぐらいという形なので、まあ、相当早くですね動作しているというのが分かります。このような形で、まあ、たくさん読むことによって将棋 AI というのは、動いているという仕組みです。これについてはですね、まあ、どこを動かしても、ちゃんと動作しまして、まあ、
こんな風にですね、まあ、飛車の横の香車を動かしてもまあ動作するんですが、勝率は後手の方が 54% に良くなりますねというのが書いてあるという形でございます、という形でスレッドリッパーを利用してこんなに高速にまあ将棋が動くという状況でございます。ですね、それで将棋 AI にですね、また評価関数という部分があるんですけれども、評価関数はですね、その局面のデータを収集し、それを教師データとして機械学習によってすることによって強化されております。で、局面のデータについてはですね、もうプロ棋士の棋譜とかを使っては全くおりませんでして、将棋 AI 同士がですね、自己対局をすることによって収集するという仕組みを取っております。そうしますと将棋 AI 同士が自己対局をしなければいけないんですが、その多数の局面をですね、収集するためには、まあ、CPU をですね、高速に動作させる必要があります。そうしますと AMD Ryzen スレッドリッパー3990を使うと、まあ、とってもたくさん質の良いですね、局面を集めることができるという形で、ずっと使わせていただいております。もうサーバーテスト以上に使っていると思いますので、私2020年から3年間ほぼ24時間使ってますが、今も動いておりますので、安定性もあるなということなんですけれども、3990導入以前のですね、評価関数は推奨1推奨だったんですけれども、現在最新のですね、まあ、推奨8バージョン8までいってるんですが、まあ、だいたいレーティングが150以上向上しているという形なので、単に評価関数という意味でも、多数のですね、質の良い教師局面を収集させていただいた結果、まあ、レーティングが150以上向上しているという状況になります。で、現在のですね、トップ棋士はその AMD の Ryzen スレッドリッパーを使用して研究しております。もう言及をしていいのは藤井聡太八冠は、まあ、ご自身で言ってらっしゃいますし、まあ、渡辺明九段も私が家までお邪魔して設定しましたので言っていいということなんですけど、まあ、などというところなんですが、正直トップ棋士はみんな使ってます。私言えないんですが、まあ、ほぼ使ってると言ってもおかしくないぐらい使ってます。でかつですね、まあ、棋士がですね、共同利用できる、まあ、研究室が、まあ、東京のですね、まあ千代田区あたりにあるんですけれども、その研究室においてもスレッドリッパーが導入されていて、その屋根裏音推奨が導入されているという状況でございます。なのでですね、まあ、将棋 AI にともにはですね、間違いなくRyzenスレッドリッパーが、まあ使われているという状況です。で藤井聡太八冠の場合はその 3990X が、まあ、おそらくスレッドリッパーの初めての、仕様で、そこからですね、AMD 社がですね、提供したそのスレッドリッパープロ 5995X というのを次に使って、で最近ニュースになったのが、まあ、最新型スレッドリッパーを完成次第提供というふうに書いてありましたので、まあ、次のが使われるようになるのかなというふうに思います。というわけでスレッドリッパーは、まあ、たくさん使われておるんですけれども、最近ですね、私もですね、屋根裏を開発チームとして、その AMD 様からですね、エピックの9654という CPU を、サーバーをですね、お借りすることができまして、そちらで開発することができるようになりました。それがですね、そのスレッドリッパー以上の性能を有しておりまして、ですね、AMD エピック9654 96×192 スレッドで、かつそれをですね、2 CPU 構成のサーバーを借りれるということで、まあ、相当スペックがまた上がりました。さらに高速動作して1スレッドにおける探索ノード数も3990を上回っています。具体的にはですね、その NPS 比較をさせていただくんですけれども、その上がですね、そのエピックの 2CPU 構成です。で下が3990構成で、3990の方ですね、その、ベンチマークを取りまして1局面、探索させると1秒間に7457万局面読めるということになります。以前はですね、6000万局面ほどだったんですけれども、屋根裏音の方がですね、まあ、スレッドリッパーに最適化することによって、まあ、1割以上のですね、まあ、高速が果たせているというところで、現在は7400万ほど読めてるんですが、そのエピックのですね、9654の方はなんと2億5000万読めるというところで、まあ、これもですね、ベンチマークの値なので、初期局面とかで探索すれば正直3億局面を超えるというところで、まあ、1億局面読む佐藤康光九段というですね、プロ棋士がいると言われてるんですが、その3人合わせてもたどり着かないぐらいの NPS になりつつあるというところでございます。で、まあ、約 3.47 倍のですね、NPS ができ、になっていると。で、1スレッドごとのですね、比較でもですね、まあ、エピックの方が上回っていて、3990が1スレッド59万局面であるところ、エピックの方が73万になっております。これはですね、正直すごいところだと思っていて、3990はですね、ベースクロックが 2.9GHz に対して、9654の方はですね、まあ、2.4GHz なんですね。なので、その1スレッドごとのですね、ベースクロックはむしろ落ちているという形であるにもかかわらず、まあ、1スレッドごとにですね、探索のスピードが上がってるっていうのは、まあ、
あの機能改善、あとは CPU のキャッシュの問題とかがあるんだろうなというふうに思っております。約 1.2 倍早く動くということですね。で、そしてですね、まあ、あの現在なんですけども水晶はですね、その評価関数のモデルサイズをですね少し増やしまして、 よりですね局面評価の能力を向上させております。でそうすることによって、まあ、1秒間というか同じだけの時間考えさせても、まあ、実力が向上することが分かっているので、少しずつモデルサイズ増加させていきたいんですけれども、399までですとですね、スレッド探索速度がちょっと頭打ちになりつつありますありまして、その64スレッドだと3494万、局面、なんですけども、128スレッドにしましても正直頭打ちでですね、あの速度が変わっていない、むしろちょっとだけ落ちてるぐらいになってしまっておるんですけれども、あのエピックの方を使わせていただくとですね、まあ、あの CPU キャッシュ等の影響かですね、まだ NPS の向上が望めるというところになっておりまして、192スレッドで1億3000万 NPS のところ、384スレッドにするとまあ1億6000万ということで増床もしておりますし、かつですね、その動作速度比も向上していると。先ほどの画面ですと 3.47 倍だったのが、こちらですとですね、まあ、約 4.7 倍ということで、まあ、最新の CPU を使った方が、まあ、あのモデルサイズを大きくするのにまあ適しているということですので、まだまだですね、そのヌエ評価関数、水晶屋根裏をですね、まあ、あの AMD の CPU とともにですね、強くなっていくのかなというふうに考えております。ということでまとめさせていただきますと、藤井聡太八冠もですね、活用する将棋 AI というのは、まあ、探索部と評価関数の両輪で動作しております。で、AMD Ryzen Thread Ripper は探索部の高速動作やですね、評価関数の学習用データに、の生成に大きく役立っております。で、CPU のさらなる進歩でモデルサイズの増加によりさらなる将棋愛の強化が期待できますと、いうことで、今までですね AMD Thread Ripper 3年ほど使わせていただいております。今後もよろしくお願いしますというのが私の、お話でございました。はい、ありがとうございました。